はい、皆さんこんばんは。7時になりました。フィスルーの本日は2回目ですね。前回に引き続き同じ内容でお届けいたします。私ダニエル佐々木と申します。今日はですね、2回目ということで、まさに今収穫の真っただ中のようなんですね。ただちょっと今日、もしかすると収穫ちょうど終えたか、それぐらいのタイミングではあるかと思うんですが、ちょうど今現地の方ともつながってますので、いくつか注意事項を申し上げた後おつなげしたいと思っております。はい、では早速ですけれども、本日のスライド共有させていただきます。はい、ドメノドピスルですね、受け継がれる家族3代のヒストリーとその思いというタイトルでお届けいたしております。今日ですね、画面の方にも映ってますけども、こちらの、創立者のジャック・ユゴーさんと、ロミュアルド・ユゴーさんですね、この親子2人に、今日は登場していただいております。息子さんの、こちらでは孫さんですね、アントワヌさんは今農業大学で、ボーヌ大学でお勉強中で、今勉強中なので、ちょっと今日は登場しませんですけれども、よろしくお願いします。では本日のスケジュールですけど、まずワインの産地に、シャブリ全体の、ジェネラルインフォメーションと、あとセンサー車についてのお話で、その後中継ですね。今日は畑からと、あと醸造所に移っていただいて、テイスティングという流れになっております。はい、ではズームにあたって、注意事項がいくつかございます。まず、ミュートですね、音声はミュートでお願いいたします。そして、チャットですね、こちらのご質問等、あとご感想、何でも結構ですので、メモ代わりにまず書いていただいて、その質問があれば、それに書いてもらって、私は生産者に随時お伝えしてお答えしていきたいと思っております。はい、それとアンケートのご協力いつもお願いしておりますけれども、こちらもセミナーの最後にですね、チャット欄の URL より、ご案内がありますので、ぜひ次回への改善点とか、お叱りの言葉、お褒めの言葉、何でも結構ですので、お寄せいただければと思います。あとちょっと申し忘れましたけど、チャットをされる際には、全体発信でチャットをお願いいたします。個別にそれぞれ出してしまうと、私ちょっと拾えないので、全体発信で必ずお願いいたします。デフォルトで全体になってますので、その辺は、大丈夫かと思います。あと、回線ですね、万が一がのことがありましたら、一度ログイン、もう一度し直していただければうまくいく場合もございます。で、どうしてもそれでも見れないという方は、今日録画してますので、また録画での、ご提供という形で、ご対応させていただければと思います。はい、注意事項は以上です。では早速始めたいと思います。はい、今日ですね、こちらの写真、実は前回、ピスルーさんから提供していただいて、昨日届いた写真なんですね。まさにこの収穫をしている、真っ只中の様子の写真を送っていただいております。はい、豪快にシャルドネを放り込んでますね。はい、で、今日中継させていただく場所の畑の場所なんですけど、まさにここです。で、その生産者、ごめんなさい、収穫をしている様子などが、ね、見て取れますけれども、さて今日はどうなんでしょうか。ちょっと現地につないでみたいと思います。Alors, bonjour. Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour, vous allez bien? Et bonjour à tous les auditeurs. Minasama, konnichiwa. Il fait très beau, hein, aujourd'hui. Vous avez un beau temps. On a un beau soleil. Magnifique. Les vendanges se passent bien? Shukaku wa dou desu ka? Nous sommes au dernier jour de vendange. Ça se termine. Ah, kyou saigo no shukakubi desu. Bonne chance, alors. Merci encore d'être venu pendant ce temps. Merci beaucoup. On a isogashi toki ni ne, kite kurete. ありがとうございます。OK。Bon ben, je vais juste présenter votre domaine et le Chablis. Donc, d'accord. Vous nous attendez encore 5 oui. minutes. D'accord. OK. Ouais. À tout de suite. Merci. Suite. はい、それでは、続きいきますね。はい。では、ドメヌド・ピスルについてですけれども、今映っていた、ジャック・ユーゴーさんですね。それと息子さんのロミュアルドさん。今日も笑顔が素敵です。で、現地もね、すごく晴天に恵まれて、収穫日最終日ということで、なんか気合が入ってる感じがしました。はい、で、まず創立者のジャックさんはですね、1985年に、こちらのピスルーを立ち上げました。で、それまでは、農業高校で地質学の先生をされていたんですね、地質学のスペシャリストなんです。はい、この理由についてはまた後ほどお話ししたいと思います。で、シャブリから6キロほど離れた、西に離れたベイヌ村というところに、14.5 ヘクタールを所有しております。はい、
で、創業した理由としては、プルミエクリューに匹敵するワインを作ることというふうにおっしゃっておりますけれども、実際彼がですね、持ってるワインというのは、プティシャブリとシャブリ、この2種類しかないんですね。プルミエクリューとかグランクリューは持ってないんですね。それというのも ちゃんとですね、プルミエクリューに匹敵する理由が実はあるという、それを地質学的に、述べておりまして、それちょっとこれからお伝えしたいと思うんですけども、その前にまずシャブリとはどこにあるか、これはもう皆さんに改めて言うまでもないんですけど、ブルゴーニュ地方の北ですね、はい、こちらにあるシャブリ地方です、はい、あとこちら細かいのはまたお読みいただければと思います。そして、シャブリもご存知の通り、6つの地区に分かれてまして、その北限の方にあるのが、こちらのシャブリですね。そこの隣に西に今申し上げたベイヌ村というのがここにあります。はい、では改めてですけど、シャブリのワイン法について、簡単にお話おさらいしておきたいと思います。はい、まずこのピラミッド型の AOC ですね、プティシャブリがあります。で、AOC シャブリがありますね。でその上にプルミエクリューがあってグランクリューがあると、これはご存知の通りかと思うんですけども、注目すべき点としましては、こちらの下の表の土壌の方ですね。はい、まずプティシャブリっていうのは、このポートランディアン土壌という土壌で構成されておりまして、チトヌス海とも言われているんですけれども、こちらではポートランディアンに統一させていただいております。で、という土壌で構成されている。でシャブリに関しますと、このポートランディアンと、あとキンメリッジャンですね。シャブリといえばキンメリッジャンのイメージが非常に強いかと思うんですけども、シャブリに関してはポートランディアンとキンメリッジャンで、ほぼほぼこう半々で構成されている土壌。そしてプルミエクリュ、グランクリュに至っては、ほぼ 100% キンメリッジャン土壌ということなんですね。これもちょっと後ほどのスライドで詳しく解説させていただきます。はい、でこちらももう改めて述べるまでもないんですけど、グランクリューから、プティシャブリからグランクリューまでの、それぞれ色分けした図ですね。こちら後ほどまたダウンロードしていただけますので、またゆっくりご覧いただければと思います。はい、ではドメーヌ・ド・ピスルーのまず位置ですね。先ほど申し上げたベイヌ村、まずこちらシャブリ村があります。で、こちらがベイヌ村、西に約6キロという距離にありますね。はい、そしてもう少し拡大しましょう。ベイヌ村を拡大しまして、よいしょ、はい、こちらに醸造場があるんですね。で今彼らが立っている場所というのはここなんです。中継場所こちらです。で、北が上の方なので、これご覧いただけるとこう斜面になってますよね。こう 丘にここなってるんですけど、まさにこれはもう南向きです。でちょっと西に向いてます。南南西という感じの、斜面の畑ですね。はい、でここからが本題です。はい、実際、今つながっている彼らの立っている場所っていうのが、ここなんですね。このてっぺん、これは横から見た断面図で、まさにこれジャックさんが手書きで書いてくださったもので、私はこれはしゃぶりワインのですね、もう全て集大成といいますか、これを見れば全てが分かると言っても過言ではないぐらいすごくよくできた表だと思いますので、ちょっとじっくり時間をかけて解説したいと思うんですが、まず、彼らの立っているこちらですね、プティシャブリ、このポートランディアン、ポートランド海ですね、こちらの、海層、これが、約50メートルにわたっての深さで、構成されております。で、ポートランディアンというのはおよそ1億4500万年以上前に、隆起した土壌です。で、こちらの今度キンメリッジャンですね、80メートル、つまり彼らが立っているところは130メートルの、標高のところに今いるわけなんですけども、その下にキンメリッジャンが隠れています。はい、だいたいシャブリ地方というのはこのポートランディアンが、キンメリッジャンの上に構成されているという、感じなんですけれども、じゃあポートランディアンどういう土壌かと言いますと、非常にこの、硬い石灰岩というふうに書いております。実際に
あの硬くてですね、あの無数の亀裂、ひびでこう構成されているんですね。それはどういうことかというと、あのとにかく水はけがいい、水通しがいい、そしてその根っこがですね、深くこう張れるように、なっている、そういう土壌です。で、あとですね、保水性の観点で言いますと、水がですね、まあ、大体この辺にこう溜まっていくわけなんですけども、この地表に関しては、あまりこの保水力に優れていないんですね。で、そうするとこう根っこがどん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 やっぱこう水分を求めてどんどんこう張っていこうとする傾向があるので、まさに今そういう状況のところでプティシャブリっていうのが作られているとご理解をいただければと思います。でこの後生産者の方に、坂を降りてもらいます。ここから下っていくとだんだんこの斜面を下っていけばいくほどこの保水力もやや高まってくるわけなんですね。でしかもこのキンメリジに近くなってくるので、キンメリジャンのニュアンスがミネラル感としても現れてくるのがこのシャブリカラということです。でプルミエクリグランクリに関してはもうキンメリジとほぼ、接している部分にはなるんですけども、この地表がですね、上からこの長い年月をかけて雨風とこう流れ込んである程度層ができておりまして 100% キンメリッジというわけではないんですけど、キンメリッジの土壌がにじみ出してきているのがプルミエクリューからそしてグランクリュー、こういう考え方なんですね。はい、ここまででよろしいでしょうか。というわけで、まあ早速ちょっと私ばっかり喋ってもあれなので、今話したことをですね実際にその目でご覧いただきたいと思います。Ok, nous avons tout expliqué maintenant. Donc, est-ce qu'on peut faire le petit tour, s'il vous plaît? Oui. Vous pouvez me dire où vous êtes situé maintenant et puis qu'est-ce qu'on voit? Donc, nous sommes situés au-dessus du village de Ben. Et il faut dire qu'il y a 150 millions d'années, la mer était présente ici partout. Elle a déposé des couches de sédiments qui ont donné les roches calcaires. Alors, devant nous, nous avons une partie plane, le plateau, qui est donc... est-ce que vous apercevez les vignes ? C'est bon là ? Oui, oui, on les voit très bien. Voilà, très bien, d'accord. Donc ici, donc, nous sommes sur le plateau de Portlandien, en appellation Petit Chablis. Ouais. Donc ensuite, ici, de l'autre côté du chemin, nous amorçons la pente, la descente, et ici, tu filmes derrière. La roche a été, le Portlandien, sous l'action du gel, du dégel, etc., pendant les périodes glaciaires, parce qu'on a eu 25 périodes glaciaires, hein, depuis 150 millions d'années, qui ont fracturé le Portlandien, qui était présent bien plus haut, évidemment, et ensuite, ces éléments fins ont été entraînés progressivement hein, vers la vallée. Donc là, nous sommes dans la partie appellation Chablis. Donc nous amorçons la descente. まずこの背後に道路を挟んで見える奥の方がプティシャブリ。今シャブリの方に入っていきました。さすが地質学者、非常に専門的な言葉を淡々と述べておりましたけども、大体私が話した内容ではあるんですけれども、まあ1億5000万年前からのこの氷河期。氷河期を1万5000年前から数えると25回氷河期を経験しているらしいんですね。で、その氷河期の、影響により、このポートランド層というのが、非常にこの亀裂が走ったということを今、申しておりました。Est-ce que vous apercevez le village? Non, non, il faut mettre à l'autre sens. D'accord. Comme ceci. あちら見えるのがベーヌ村ですね。ご覧いただけますでしょうか。Donc nous avançons toujours dans l'appellation Chablis. 今、シャブリの畑を通っております。Le sol devient progressivement plus profond. Et ensuite, nous avons une rupture de pente.Avec une pente assez forte. ここからかなり下り坂になってきます。傾斜がかなり、激しくなってくるところがあります。これが先ほど、図でお見せしたこの辺りですね。
はい。で、ちょっとご質問が今ありました。Attendez une minute, hein. まず、シャブリとミネラル感がもう少し聞きたい。はい。今日、テイスティングまで存分にその話をしてまいりたいと思っております。で、カメリさん、標高が高い方がいい土壌と思ってましたが、はい。シャブリはキンメリジャンの方が下なので、低いのが良いということ。そうですね。まあ、大雑把に言うとそういうことなんですね。実は私もちょっと勘違いしてた部分があったんですけども、結構そのポートランディアンだけで構成されているのが標高高い方になるんですけど、そこはですね、やっぱり、プルミエクリとかグランクリは、名乗れないということなんですね。シャブリとかシャブリがメインで構成されております。あとはそのさっきお話した保水性っていうのも非常に重要な要素。そうなんですね、下に行けば行くほどこのキンメリッジ土壌の、この層がですね、のにじみ出てきておりまして、まあ、いい畑に、まあ、いいというかそのイナオ城、まあ、プルミエクルグランクルに、指定されていると、まあ、これがいいか悪いかはまあ別としてですね、まあ、彼らはそのプルミエクルは持ってないわけなんですけども、実際に彼らが持ってるシャブリの畑っていうのは、この辺りから、まあ、ちょっとプルミエクルに若干こう呼ばれてプルミエクルと、認定されている土壌にもこう進出しているわけなんですね。なので、まあ、それに匹敵するものを作っているという、まあ、彼ら自負があるわけなんですよね。はい。で、ポートランディアンで育ったブドウはミネラル感が得られないのでしょうかと。あ、それはそういうことはないですね。ちょっと、まあ、その辺のことを聞いてみましょうかね。OK, nous avons une question. Donc, les minéraux consistants du portlandien, est-ce que c'est différent par rapport du kimmeridgian? Est-ce que...Les minéraux sont plus faibles ou comment vous pouvez dire ça? C'est une question de dureté. D'accord. Donc, au niveau du kimmeridgien, il y a des marnes, c'est-à-dire des calcaires mélangés à l'argile. Mm-hmm. Ce qui permet d'avoir un sol plus fin et une réserve en eau supérieure. ミネラル感というよりかはそのなんか持続性、力強さっていう表現をしてました。まあ、下の方に行けば、そのキンメリジャンだと保水力が良くなってくる。まあ、それだけこのミネラル感が非常にこう、うまくこう溶け込んで、ブドウに現れるっていう土壌っていうのがその下の方なんですね。で、一方でそのポートランディアンの方に関しまして言うと、ややその層としては、シンプルと言いますか、そこが、まあ、顕著にミネラル感として現れている、まあ、ミネラル感が全くないわけではないです。ポートランディアンといえども石灰質土壌で太古の海で構成されている石灰質ですので、先ほどご覧いただけたと思うんですけど、地表が真っ白でしたよね。これは本当にこのシャブリ地方独特のやっぱり土壌と言えると思いまして、やっぱりこのプティシャブリといえども、後ほどテイスティングしていただけるとお分かりになると思うんですけども、非常に、綺麗な硬質なミネラル感があります。OK, pardon. Je pense que la nature minéralogique est très proche. Il faut quand même savoir que toutes ces roches, elles proviennent de l'accumulation de dépôts qui ont été arrachés à des montagnes jadis. もうこれ本当の太古の昔の積み重ねということも言えまして、やはりその地層が構成されているわけなんですけど、それが複雑であればあるほど当然、その分ですね、やはりミネラル感というのは複雑になってくるということです。OK, on peut continuer alors. Jusque où vous pouvez descendre? Donc ici, nous amorçons la descente. Ah, on voudrait voir aussi quelques grappes. Ah, les grappes, donc, la vigne était vendangée jeudi dernier. Donc,先週はですね、ブドウ、残ってたんですけど、ちょっと収穫でほとんど今日のブドウは見れない。あ、若干残ってますかね。Il reste seulement de petites grappes qu'on appelle des verjus qui ne sont pas mûres et évidemment que nous avons laissé dans la vigne parce que ça fournirait un vin qui serait beaucoup trop acide. Voilà.前回見たときはもっと大きいブドウだったんですけど、もうこれは収穫
されなかったまだちょっとこう未熟な部分もうこれは全部畑に残されている状況ですね。あ、今ちょっとよく分かりますけど、あの非常にここ下ってきてますよね。Il reste une grappe qui a été oubliée par un vendangeur. Est-ce que vous l'aperceriez?Et qui mériterait l'appellation premier cru. Donc ça, c'est une aberration. Hein. L'exposition est parfaite. Hein. La réserve en eau est bonne. Mais bon, voilà, ça fait partie des. はい。で、今彼らが立っている場所っていうのがまさにここですね。プルミエクルーにこう進出している一番この傾斜度が高いこの場所ですね。はい。もうあのプルミエクルーって名乗ってもいいのに、あの、まあ、これはやっぱり過去の、格付け制度でですね、あの、まあ、残念ながら漏れてしまったっていう、まあ、いろいろこう政治的な理由があるという言い方を彼はしておりましたけれども、まあ、なかなかそういう事情もね、まあ、フランスでは結構ありまして、なかなかその一度格付けをされれば見直すことが結構難しいと言われております。ただ、プルミクルじゃないのに、それに相当するシャブリを作ってるっていうのが、やっぱりすごいことなんじゃないかなというふうに言えますね。はい。OK。ブドウとクマさん、ありがとうございます。あ、その前にシャブリとカキということは、ん?これはシャブリとカキ。カキにしゃぶりということですかね。あ、まあそれはあ、まあちょっと後ほどまたあのワインとあの食材のマリアージュのところでそれ決めていきたいと思います。はい、しゃぶり以外の産地でもキンメリジャン地層があると思いますが、はい、特にしゃぶりの地層が優れているのはどういうところでしょうかと、はい、見てみましょう。 OK、nous avons une prochaine question donc、je pense qu'il y a plusieurs kimméridiens à part Chablis, mais qu'est-ce que vous pensez, le kimméridien du Chablis est supérieur que les autres kimméridiens? L'avantage Par rapport à d'autres régions? Oui. Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire. C'est un état géologique qu'on retrouve en Angleterre. C'est pour cette, d'ailleurs, cette, le, c'est, Kimmeridgien provient du nom de Kimmeridge, c'est une ville donc d'Angleterre qui a donné son nom à cet étage géologique. Kimmeridgien 地層というのはですね、イギリスのキンメリッジというところに名前が由来しているわけなんですね。つまりあのイギリスの方で見られる、地層ということなんですね。なので、まあその他のなんて言うんでしょうか、地質学的に見て、まあ、それはあの同じ地層かもしれないんですけど、まあ、どっちが優れてるとか、あのそういったその優位性に関しては、あの特にあの何ともお答えできないということでした。はい。で、今年はブドウの状態、天候、どのような年か。OK、cette année、c'était comment le millésime? Comment vous le trouvez, le millésime 2020?Ouais, c'est un bon millésime qui est assez bien équilibré. C'est très riche en sucre. On a des très bons degrés. Et puis, une acidité tout à fait correcte. Donc, ça devrait faire un bon équilibre. Donc, oui, ça devrait faire quelque chose de bien. Un grand vin, oui. OK, merci.はい。2020年は今のところものすごく期待ができると言ってます。バランスがいいと言ってますね。あの酸度と糖度が非常にあのいいあの感じで推移しておりまして、2020はかなりいい状態になるんじゃないかと、言っておりました。はい。では、カメリさん。はい。ほぼプルミエクルーのブドウと他のブドウ一緒に圧搾されるのがやはり特別な形で管理しているのですかと。そうですね。はい、これはそうです、あの全くその特別な価格としてっていうか、あの、まあ、彼らはプルミエクルーは、まあ、持ってないので、
まあ、実質土壌ポテンシャルはプリミクルなんですけども、あと彼らはですね、あの区画を17ぐらいの、まあ、畑を持っていまして、それぞれの区画ごとに、これ後ほどあの醸造所でお見せしますが、タンクがありまして、それぞれに、管理をしております。はい、では、時間もあれですので、そろそろ、移っていただきたいと思いますね。 OK merci beaucoup et maintenant peut-être vous pouvez passer à la cuverie。Oui, on peut dire qu'au niveau de la qualité, c'est bien, mais par contre, au niveau de la quantité, avec les brûlures du soleil, les rendements ont chuté un petit peu. あとですね、あの追加で、2020年に関しては、やっぱ非常に暑いあの夏がを経験しておりまして、先週も収穫前のブドウを見たときはですね、ちょっとこのブドウが焼け焦げていた部分、もう結構あったんです。だから従来の年よりは収穫量は少ないということが言えます。ただあのクオリティ的にはものすごく期待できるんじゃないかというふうに今理科でコメントされておりました。はい、小玉さんフランス語ですね、訳します、こんにちは、景色綺麗ですね。ピスルートはどういう意味ですか。 OK notre question、Je veux savoir ce que ça veut dire Pisslou. Ah. Pisslou, quelle est l'origine ? C'est le nom d'un petit lieu-dit sur lequel nous sommes à peu près les seuls propriétaires. Et ça rappelle un petit peu la présence importante des loups dans notre département. Lyon, le département de Lyon, était un département qui était vraiment infesté de loups. Voilà. Alors maintenant, pourquoi Pisslou ? Est-ce que quelqu'un un jour a vu pisser ? Est-ce que c'était un lieu hein, dans lequel il se retrouvait pour uriner ? Je ne sais pas. Hein, mais j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas trouvé. En tous les cas… 基本的にルーというのはあの狼という意味なんですね。中世から割と近代まであの狼がかなり多くこのヨンヌ県にあの存在しておりまして、まあ、ラベルをのあのロゴエンブレムを見ていただいてもこれあの狼のマークがあったりとかですね、あの非常にこの狼に由来しているところから名前は取られているというふうに言っております。であの、まあ、ピスルーになったのはそのどうしてかっていうのはちょっとその起源については、まあ、彼らもよく知らないという回答でした。はい、まあ、あのピスっていうのは、ね、フランス語でのピピっていう、まあ、いわゆるおしっこって意味なんですけど、あのあんまりあの大きな声では言えないかもしれないんですけど、あのちょっとそういう面白い名前の由来、これはまあ狼の昔トイレだったのかとか、あのそんなことも言ってましたけど、ちょっとその件については謎のままです。はい、藤原さん、除草剤や農薬の使用について、はい、これもちょっとね後ほど彼らの、ポリシーというのがありまして、またあの後ほどお話ししていきたいと思っております。はい、では、今から、醸造所の方に移っていただきますので、スライドの方を少し続けていきたいと思います。はい、まあ、ちょっと先ほど農薬の話もあったんですけど、ちらっとこちらにも書いております、まあ、プルミエと同基準の収穫、未食したて、あとサスティナブル農法ですね、持続可能な、まあ、いわゆるルットレゾネという農法になりますけれども、ワイン作りを行っておりまして、土壌との生物との共存を目指していると、まあ、これは、はい、まさにその彼らの根源的な部分なんですね。まあ、あとついでに言いますとですね、彼らはのシャルドネを植える際にですね、まあ、その苗木屋さんからいくつかそのシャルドネにもこう種類がありまして、まあ、特に彼らがいいと思ったやっぱりそのシャルドネを実際に、まあ、用いて、作ってるわけなんですね。で、まあ、農薬に関してもあの基本的に全てあの有機農法ということで、まあ、これもちょっと後ほどワインの製造工程の場面でまたご説明したいと思います。はい、まあ、移動までにだいたい2分ぐらいなので、今景色がねこう流れておりますけども、よろしければ景色もご覧いただきながら話を聞いていただければと思います。
はい、車に乗ったつもりで後部座席から見たつもりで見ていただくと非常にこの美しいベーヌの村がね見えてくるんですけども、はい、まあ、彼らの醸造哲学に関してはもう何も足さない何も引かない、まあ、ありのままの姿をいかにうまく引き出すかが、まあ、重要ということで、おっしゃっております。もう間もなく着きます。ご覧ください、これがベーヌの村ですね。先週は朝8時ぐらいだったので結構静かだったんですけど、今日はお昼の12時ということもあって少し雰囲気が違いますね。もう着きます。ここに右手に見えてきるのが、はい、彼らの醸造所です。竹尾さんのご質問、シャブリは農協同組合が強い。そうですね。で、シャブリジェンヌに加盟しているのですかと。Vous m'entendez? Je recule la voiture parce que avec le Bluetooth, le son il est dans la voiture. ちょっと落ち着いただけ。Romuald est parti au chez là. Il dirige vers le chez. Vous l'apercevez? Oui.Lui, il n'a pas le son. Le son est resté dans la voiture. Ah. 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 Ah.On a le son maintenant, c'est bon. Ah, ok, ok. On a une question. Est-ce que vous faites partie du groupe Chablisienne? Ah, non, non, nous ne faisons pas partie de la Chablisienne. Nous sommes un vigneron indépendant. Ah, 彼らはvigneron indépendant, まあ独立した生産者ということで、Chablisienneには加盟しておりませんということです。はい、醸造所キューブリに着きました。Ok, vous pouvez m'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on voit là? Donc ici, nous sommes dans la salle de pressurage. C'est ici que nous pressons le raisin. Donc voilà les pressoirs. こちらがプレス機で、まあ、最新式の今年初使用という、4500リットルキロ、あとキログラム対応のプレス機です。Donc voici les pressoirs. Donc nous remplissons les pressoirs et donc on peut je vais vous montrer. Donc là c'est une fin de presse. Donc là c'est la fin d'un pressoir. ほぼほぼもう絞り終えた状態ですね。先週はねまさにこう垂れてる状態が見えてたんですけども、もうこれはもうほぼ終わったとこですね。OK, merci.Et donc, toute la mousse que l'on voit là, c'est dû à... Comme cette année, il y a beaucoup de sucre. Lorsqu'on presse le raisin, eh bien, le sucre fait mousser, donne de la mousse au pressurage. Ah, vous voulez dire, ça commence à fermenter? Non, non, ça ne fermente pas. Comme le jus de raisin est très sucré,ça mousse, mais c'est pas de la mousse de fermentation, c'est le sucre qui mousse. 糖度が高い年とかは結構このプレスした時のジュースの泡立ちが非常にこう激しくなるって言ってましたね。まあ、糖度が高い証拠だと言ってました。実際ここで発酵が始まってるわけではないということです。OK。Et là, après, nousIci, ce sont les cuves de débourbage que nous voyons. Donc, on laisse des bouts. Presse したジュースをこのそれぞれのタンクに運び、デブルバージュですね、成長を行っております。まあ、搾りたては非常に液体が濁ってますので、それをファイニング、きれいにさせるために、まずこちらで、安静にさせている状態です。Ce qu'on peut voir, je vais vous montrer. Donc ici, c'est une vendange. On a vendangé aujourd'hui, ce matin. Et nous pouvons voir, je ne sais pas si vous voyez, mais donc, le jus de raisin commence à se déposer. Mm-hmm.
Et nous avons ici, on peut commencer à voir la bombe qui descend. Ah, ok. ちょっとね、見づらいかもしれないですけど、この下の、これ液体なんですけど、下がこう濁ってますよね。不純物が下に降りていってる状態です。で、上が、このファイニングされている、成長されている状態の上のさらっているところですね。これ今朝、まさにタンクに詰めたばかりの状態です。こんな短期間で沈んでいくんですね。面白いですね。OK, merci. Avec les pressoirs, on n'entend pas grand chose. Hein. OK, peut-être on pourrait passer maintenant à la cave. Oui, on va descendre. Là, ce que j'ai dans la main, ce sont des raisins qui ont été grillés par le soleil. ああこれは太陽で焼けてしまったブドウ、もう本当に星ブドウ以上にこうカピカピの状態になってますね。今年結構そういう状態のものがありました。葉っぱに隠れてない、太陽に露出してた南向きなんで、そういうブドウはですね、ちょっとこう焼けてしまっている部分がありまして、まあそれによりちょっと収穫量はやや低下してしまったと言っております。Et puis ici, c'est une belle abondance.Je sais pas, voilà. Donc là, c'est la benne à vendange avec laquelle on ramène le raisin. Ah, ils sont remplis de raisins maintenant ? Oui. Là, elle est vide, celle-ci. Ah, これはあのブドウを運ぶためのワゴン車ですね。今はもう空になってます。まあせっかくなんでいろいろこう見せてもらってます今。いいですね。こうちょっと収穫期のこうリアルタイムなのってもう本当に今の時期しか見れないんで、まあ、せっかくなんでこういろいろ見せてもらってるっていうのはありがたいですよね。さて次は地下に移りたいと思います。彼らはグラビティシステムを導入しておりまして、この上で、の液体がですね、地下あれこれはセラサラマンシー。セラサラマンシーでボンジュー。ボンジュー、ダニー。Avec le patron. ジャックさんの奥さんのダニーさんです。Bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes sans téléspectateurs aujourd'hui. On vous voit. Très bien. Donc on attend que les vendangeurs viennent maintenant. Bon appétit. À tout de suite. ここはですね、収穫を手伝ってくれてる人たちが、お昼を食べに来る場所ということです。で、奥さんのダニーさんが料理を作ってくれた。ジャックさん曰く、このピスルーの、ボスだと言ってました。まあ、大体奥さんがね、ボスですね。はい、では、下に移ります。Donc, okay. Nous voici dans la cuverie. Donc, c'est ici qu'on met les vins. C'est ici qu'on débombe les vins. Mm. Donc, en haut, on met le jus de raisin. Et ici, on récupère tout le jus clair. Et après, nous allons faire fermenter les vins.で、上はそのデブルバージョンを行うブドウのジュース、きれいな状態のブドウのジュースを作るに対し、この上からですね、このまま流し込んで、このタンクにそれぞれ、発酵、醸造を始めるスペースということですね。ここでワインが作られます。Et je vais vous montrer une cuve en pleine fermentation. Donc tout à l'heure,nous voyons de la mousse due au sucre et là vous allez voir une cuve qui fermente. Ah, 今まさに発酵している状態のものを見せてくれるそうです。おお。Ah, d'accord. Ah. Voilà. Donc, voilà la mousse qui est produite par la fermentation alcoolique. Donc, これはアルコール発酵によるブクブク状態ですね。二酸化炭素が発生している様子です。すごいですね。あまり見たことないんですけど、こんなに泡が出るんですね。C'est impressionnant. C'est la nature. Les levures transforment le sucre en alcool. Voilà. まさに酵母がね、一生懸命今働いてる感じがしますね。C'est bien parce que vous avez un bon niveau de sucre cette année, donc ça démarre très bien, on dirait.
Voilà, pour le moment. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a environ 210 grammes de sucre par litre de jus. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu sur les cuves là qu'on voit, inox et puis émail? Oui, nous avons deux types de cuves, des cuves émail donc qui sont. Mais le tank est ですね, 2 種類ありまして、ステンレスタンクと、あとこちらのタンクなんですね。これちょっとあの彼らの特徴的なタンクなんで、中身も見せてもらおうかなと思ってます。実際これはまだ空の状態ですけれども、ils vont être remplis dans quelques instants。Alors, elles vont pas être remplies, elles vont être remplies, on va en remplir ce soir。あ、今夜あのまさにブドウのジュースをここに入れる予定だそうです。で、今空の状態で、きれいにこう清掃した状態の中なんですね。はい、ご覧ください。こういう感じなんですよね。ちょっとね、入りすぎると電波悪くなっちゃうんで、この辺で。とどめておきたいと思うんですけども、これはあのホーローなんです。ホーロー製で中をエナメルコーティングしているんですね。非常に面白いタンクです。まあこれも彼らのですね、そのポリシーの一つでもあるんですけど、まあもちろんステンレスタンクでも作るんですけども、ステンレスタンクにはないこの味わいがこのホーローの方ではできると彼らは信じておりまして、実際にまあそれを後ほどその瓶詰めするときにはアサンブラージュしたりもするんですけども、明らかにちょっとこの金属的なステンレスのニュアンスと、あとはそうでないエナメルのこうニュアンスがですね、またこう絶妙な感じで、彼らの柔らかいこのしゃぶりっていうのが表現されているわけなんですね。まあ、これもちょっと後ほどテイスティングで話したいと思います。OK、角藤さん、乾燥酵母ですか、それとも野生酵母ですか。はい、これはですね、乾燥酵母、乾燥酵母、自然酵母で乾燥したものです。はい。日本人はしゃぶりと牡蠣、寿司と合うとたくさん飲みますけど、フランス料理では何と合うんでしょう。はい、これも乞うご期待です。次、テイスティングのパートでお話ししたいと思います。OK! C'est bien! Alors, maintenant, on va passer à la dégustation? D'accord.皆さんのご質問内容が非常にプロっぽくてですね、通訳するのが非常に大変なんですけど、私がお答えできる範囲ではお答えいたします。ホーロータンクはよく使用されるのでしょうか、アロマティックな品種にも適してますかと。どうなんでしょうかね。ちょっとまだ私このホーロータンクって他のセパージで見たことないので、何ともちょっとお答えはできないです。時間があれば聞いてみたいと思いますね。はい、 OKAlors, on va commencer par le petit chablis. Est-ce que quelqu'un pourrait tenir la caméra pendant, et puis filmer Jacques ou Romuald pendant, d'accord, ensemble? Oui, c'est mieux comme ça. Le petit chablis, le petit chablis.はい、ではまずお手元にピティシャブリがまずあるかと思うんですが、ある方は、早速一緒に開けましょう。まあ、いよいよこれからですあれですね、今説明した内容がすべてここで実証されるといいますか、ポートランド層とこのキンメリッジ層とかですね、あとそれに合わせる料理とか。お話できればと思います。はい、今デカンタージュしてますね。Pourquoi vous carafez? Parce que notre originalité, c'est de laisser le maximum de gaz carbonique dans nos vins, de telle sorte que le vin, lorsqu'il est jeune, ait davantage de fraîcheur au palais, et qu'ensuite, ça nous permet de réduire la quantité de SO2 dans nos vins.彼らは SO2 をほとんど、まあ、必要最低限しか入れてないんで、その代わり CO2 ですね、二酸化炭素を多く、なるべく多く残した状態で、瓶詰めを行っておりまして、で、まあ、そのためですね、最初にこうやってデキャンタージュをすることによって、まあ、二酸化炭素感を少しこう放出させて、
飲むのがおすすめだというふうに言っております。まあ、実際に空気に触れさせると味が変わるとよくワインは言いますけども、特にこのシャブリに関しては顕著ですね。OK. Alors, on va peut-être expliquer un petit peu sur le petit chablis. Oui, il fait une présentation. Oh, tout, 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 Donc au niveau du nez, bon, la robe, elle est toujours un petit peu jaune, mais depuis quelques années, avec la maturité qui est plus importante, nous avons des vins qui sont plus, plus colorés que, qu'autrefois. Donc la robe est, est dorée, disons. Voilà. 結構この昔、一昔前と比べると、シャブリのこの黄金色、黄色感はちょっとこう色濃くなっている傾向があるそうです。昔はもうちょっと薄い感じだったみたいなんですね。だからまあ色合いとしては、まあ黄金色というふうに表現しておりました。うん。Ensuite, on a des notes de fleurs blanches et également beaucoup de minéralité au nez.J'allais dire que depuis l'an dernier, hein, puisque c'est un vin qui a un an, il a perdu un petit peu son côté fruité, il est un peu plus floral, un petit peu plus minéral. Et 2018年はどちらかというとこの果実感っていうよりかは、ミネラル感の方がやや強く出てる年だということで、まあもちろん柑橘系ですね、レモンライム系の柑橘は感じられますけれども、白いお花の優しい香り、それとあと火打ち石のですね、ミネラル感がやっぱり強く出てるのが18とおっしゃってます。で、19はですね、さっきちょっとホワイトボード見えたかと思うんですけども、また後ほどお見せは しますが、まあ、もうちょっとこの膨らみがある年ではありました。個人的には私この18が結構好きですね。ちょっと実際にどういうお料理と合わせるのかというところなんですけれども、はい。まず、もちろん、牡蠣ですね。ここで牡蠣登場しましたね。牡蠣にしゃぶりとはよく言うものなんですけれども、まあ、このグレードが上がっていくしゃぶりに関しては、ややこの凝縮感がやっぱこう強くなってくるんですね。で、まあ、樽も使ったりする生産者もおりますし、やっぱりこう、フレッシュな生牡蠣をこう楽しむっていうのであれば、私はこのプチしゃぶりがいいんじゃないかなというふうに思っておりまして、しゃぶりよりも、プチしゃぶりの方がいい気がします。ということでご提案です。あと、地元の郷土料理としましては、こちらのアンドゥイエット、これに合わせるといいというふうに言ってましたね。ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、豚の、まあ、もつを詰め込んだですね、まあ、ちょっと癖があるものなんですけども、こう、ハーブと一緒に詰め込んだソーセージで、まあ、マスタードと一緒に食べたりとかですね、好き嫌いが結構あります。現地の人でも食べれないという人もいるぐらい、結構癖が強烈なんですけども、このプチシャブリとすごく合うと言っております。OK, je viens d'expliquer sur le petit chablis. Voilà. Ça va très bien avec les andouillettes et puis les huîtres. Oui, les sushis, vous avez vu? Sushi. Sushi, oui. Si. Est-ce que vous avez trouvé l'article que je vous ai adressé hier? Oui, oui, j'ai bien vu. Oui. Ça va très, très vite. 記事を昨日彼らどっかのワイン評価誌の記事を昨日送ってくれたんですけど、寿司とか天ぷらに合うというふうに書いてありまして、はい、もうこれはもう言わずもがな和食にはしゃぶりは絶対合うと思いますね。はい。OK、peut-être on peut passer sur le chablis? Oui, ce que je pourrais dire au niveau de la. C'est un vin dont le nez.Est en harmonie avec la bouche. On retrouve la minéralité à la fois au nez et ensuite en bouche. Ah, なるほど。この香りの
感じ取り方と、口に含んで、飲んだ時のこの印象が全くこうリンクしているというふうにおっしゃってます。あのミネラル感、鼻でもしっかり感じ取れるし、口に含んでもしっかりとしたこのアロマと共通の、ノートがあるということですね。本当にそう思います。はい、では、合うチーズですね。Donc, pour les fromages qui vont très bien avec le petit chablis, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce qu'il y a, par exemple, les poisses? Les poisses, les chèvres. Les poisses, ももちろんあります。あと、シェーブルチーズですね。合うかなと言ってます。あと、この後紹介しますけど、アフィネオシャブリーですね。という、シャブリーでウォッシュしたチーズもありまして、これも非常に相性がいいかなと思います。Par contre, oui. Oui, pour les fromages, il faut attendre que le vin ait au moins 5 ans. Pour le chèvre. Pour tous les fromages. C'est il faut 5 ans. Oh oui, oui, il faut quelques années. Un vin qui est jeune comme celui-ci. Il faut attendre quelques années avant pour les fromages. チーズに合わせるなら、まあ、これはジャックさんの意見なんですけど、ちょっと5年ぐらい経ったヴィンテージの方がいいんじゃないかと言ってます。若いヴィンテージの場合ですと、それ以外の、まあ、もうちょっとこうフレッシュな素材の方がいいというふうなことを言っておりますね。なるほどですね。ちょっとまあバックヴィンテージのシャブリなかなか飲む機会は私ないんですけど、まあ、なんとなく言わんとしてることは分かるような気はします。 OK、 on va passer au シャブリ。 じゃあ次にシャブリに移りたいと思います。今回のシャブリは2018年ですね。Ok. Alors, comment vous allez le déguster le chablis? Le nez est peut-être un petit peu fermé. Au cours du vieillissement, il arrive que le vin justement se referme sur lui-même et qu'il soit moins expressif. Il est peut-être moins expressif qu'il a été il y a quelque temps. Il est un petit peu ferme.2018年、開けたてはちょっと閉じている印象があります。まあ、私は1時間前に抜栓してるんですけども、今こんなレモンとかですね、黄色い花、洋梨とか、そういうちょっと果実のニュアンスが加わっておりますね。OK?Je vous écoute. Alors, en bouche. Oui. Au nez également des fruits mûrs. Fruits mûrs. Dani, elle parlait même de poire un peu. もう少し熟した果実のニュアンスが出てきますね。プテシャブリに比べるとやや膨らみがありますよね。彼らのシャブリは本当こう酸もキレもあるんですけど、この柔らかい感じがまた素敵だなと思います。Est-ce que vous pouvez nous faire voir le tableau que vous avez préparé? ちょっとホワイトボードを見てみましょう。これ実はすごくよくできているもので、もしよろしければスクリーンショットとかですねしてもらった方がいいかなと思うんですけど、ちょっと画像が乱れるので、essayez de rester stable, voilà. はい、まず、プティシャブリですね。2018と2019の、それぞれの特徴が書いてありまして、プティシャブリの下に、まず、この見た目、オイルですね。あと、鼻、香り、そして、口、テイストですね。まず、アタックと中盤と、最後のフィナーレ、どんな味わいなのかということが書いてあります。まあ、ちょっとの今ちょっと時間の都合上すべてを読み上げるのはちょっと厳しい状況ですので、ぜひメモっていただければと思います。まあ、今お話しした内容とほぼ同じなんですけどね。 OK, c'est bon. Donc pour le chablis maintenant, est-ce que vous pouvez aussi nous montrer le chablis sur le tableau? Oui, c'est bon.
では、しゃぶりの方ですね。右が18、左が19ですね。はい。まあ、今飲んでるので、ちょっと18を解説すると、金色、黄金色で、ミネラル感、鼻にあります。熟した果実、ここに書いてありますね。あと、口当たりは非常にリッチでボリュームがある。そして、まあ、ミネラルとフルーツ感がその後やってきて、余韻も長く、柑橘系の心地よい酸が残りますと。で、結論としては、非常にリッチな、ふくよかなワインだということが言えます。はい。で、19はね、もうちょっとこの、もう少し凝縮感とパワフルさがさらに増して、しかもエレガントさも加わってますので、19年、間もなく切り替わるかと思うんですけど、非常にこの冬楽しみですね。で、2020も相当楽しみですよね。今の感じ聞いてると、まあ、ちょっと収穫量が少ないのが残念ですけども、その分、凝縮感ですとか、非常にこのリッチさがさらに感じ取れるんじゃないかなと思います。ぜひ、家に常備して、熟成して、バックヴィンテージにして、またこう楽しんでみたいかなというふうに思います。寝かせておきたいです。OK、merci beaucoup。Alors、on va parler un petit peu sur l'accord aimé。では、合わせるお料理としましては、アフィネオシャブリ。はい、ここで現地のチーズが出てきました。あと、こちらの提案としては、エスニック料理。はい、エスニック料理といっても、まあ、幅広いんですけれども、例えば、香辛料を使うもの、クミンとかですね、タンドリーチキンとか、まあ、カレーはちょっときついかもしれないですけど、現地にはグジェールという食べ物がありまして、グジェールというのは、シュークリームのクリームなしのシューパフに、クミンと、グリエルチーズを練り込んだちょっとこうおつまみ感覚な食べ物があるんですけども、これとシャブリがですね、やっぱり非常に相性がいいところにヒントを得まして、エスニック料理もいいんじゃないかということです。 OK ça va on a expliqué donc on va peut-être passer aux questions maintenant。 ではちょっと質疑応答の方に移りたいと思います。Ok, donc nos spectateurs étaient très impressionnés sur votre document, la feuille que vous avez préparée qui explique le sol, le portlandien, kimmeridien, c'est très compréhensible, c'est très facile. Voilà, ils sont très contents. On sent que vous étiez prof. はい、元高校の先生、はい、ジャックさんはね、本当にこう丁寧に分かりやすく解説してくれるんですけど、専門用語がとても多いので、ちょっと通訳に難儀しておりますが、はい、皆さんはせっかくなので、あと5分ごめんなさい、1問ぐらい受け付けてですね、まあ、その後も質問が多いようでしたらちょっと15分ぐらい延長しようとは思ってますが、はい、ちょっと今飛ばした質問で、いくつかありました。こんな PC、ごめんなさい。カメリさん、すごい大変な時に情報を伝えてくれて感謝、ありがとうございます。まかないは何を食べるんですか？ワインは、ああ、OK OK。Alors, qu'est-ce que vous avez préparé pour ce midi？ Au niveau du repas？ Oui。今日のまかない。C'est-à-dire que le midi, nous avons un traiteur qui nous prépare les repas. Mm-hmm. Et Dani s'occupe seulement des repas du soir. Ah, ok. Au 昼はですね、大体もう配達の人に任せてて、で、奥さんのダニーさんは、夜作ってくれるそうです。なので、まあ、Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous mangez à midi alors? C'est... Alors, à midi, donc, le traiteur a préparé une salade de crudités. Mm-hmm. Ensuite, c'est du poulet avec un accompagnement de légumes. Et moi, pour ce soir, je vais préparer une tarte à l'époisse. Ah, une tarte à l'époisse. Et on va la déguster avec du chablis, bien sûr. お昼はですね、シンプルなサラダに、ハムを乗せた感じのもの、そして、鶏肉ですね、と野菜を付け合わせた、そんなシンプルなお昼です。で、夜は、エポワスのタルトをダニーさんが作ってる、用意してるそうで、シャブリにもちろん合わせるためですよということです。
Si vous souhaitez... Comment ? Si vous souhaitez qu'on vous adresse la recette et que vous la transmettiez, c'est tout à fait possible. Recipe, yokatara, okurimasu yo tte. Merci beaucoup. で、もう一つ質問ですね。PC013、こんなにブドウが焼けてしまうと暑い夏がこれから続くなら、ブドウの品種も変わっていくことが長い目でいたらあるんでしょうか。うん、そうですね。シャブリはでも、まあ、基本シャルドネなので、まあ、品種を見直そうっていう動きはそんなにないと思われますけれども、まあでも他のエリアではね、やっぱりこう見直されたりとかっていうのは、してるというのは聞いております。はい。まあ、ちょっと今回はシャブリがテーマなので、私の方から簡単にお答えいたしました。はい。OK。では、ちょっとここで一旦中締めをさせていただきたいと思います。OK、il est midi, il est une heure chez vous maintenant, non? 13 heures, je pense. Ici, au Japon, c'est... il est 8 heures du soir. C'est l'heure de... C'est l'heure de vous quitter, mais on a encore quelques questions, donc on va continuer, prolonger quelques minutes. D'accord ? Oui, okay. Volontiers. はい、ではちょっと一旦中締めということで、ですね、まず、もう、彼らの哲学をですね、ちょっとここでもう一度、ざっと見直して、それで次回予告とさせていただきます。はい、彼らの理念、まあもう、こう、感じ取っていただけたかと思います。家族経営の非常にこうこじんまりと丁寧に作ってる、しかも論理的に作ってる生産者だなというのはお感じいただけたかと思います。で、まあ純粋で本物の追求ですね。あと自然とのバランス、まあ雑草とかも除草剤を使わず、耕すということですね。はい、パリサージュして、通気性を上げて病害を減らすという、まあ、努力をしております。そして、ごめんなさい。常にワインが良くなることを考えております。はい。あと、ワインのために時間を惜しまないと。で、まあ、ちょっとね、せっかくなので、このお話、もうちょっと聞いてみたいかなと。Donc, voilà, vous êtes la trois générations pour le moment. Et puis, donc voilà, Jacques, vous allez maintenant transmettre. Donc, c'est-à-dire que c'est, maintenant, c'est Romuald qui gère.Ah oui. Et puis, moi je suis de côté maintenant. C'est Romuald. Jacques-san は今もう退いて、今2代目のロミュアルドさんにまさにバトンタッチをしているという状況なんですね。Donc Romuald, là, qu'est-ce que vous pensez de suivre comme chemin? Vous allez suivre son chemin ou vous allez faire quelque chose d'autre? Non, non, je suis de chemin.Je n'ai pas révolutionné grand-chose. Comme les pratiques étaient bonnes avant, bon, je suis. Sinon, j'ai, au niveau du travail du sol, bon, j'en fais un peu plus qu'avant. Avant, il n'y en avait pas beaucoup. Bon, maintenant, je travaille les sols pour éviter de désherber un maximum, hein, donc utiliser des herbicides.Donc voilà, le labour. Et puis sinon, au niveau des traitements, c'est pareil. Je traite les trois premiers traitements, je les fais à mi-dose. En fin de compte, je traite en fonction de la végétation. Donc lorsqu'il y a, bah, s'il y a peu de végétation, eh bien, je traite peu. Et à partir du moment où la végétation est à son maximum, bah, je mets une dose complète de produit.Merci. はい、まあ、まさに今政権交代じゃないですけどロミュアルドさんにバトンタッチして実際にお父さんとどうですかと違う仕事を道に進むのかそれともオリジナルなことをしたいのかという質問に対してロミュアルドさんは踏襲しますと、まあ、お父さんが守ってきたものは伝統は受け継いでいくと、まあ、その代わり、まあ、ややその新しい機材をもちろんね技術を取り入れたりっていうのは当然そういうのはどこの生産者もやってることなんですけどもそういう変化は少しずつあるとはいえやはりその恵まれた大地で、自分たちのシャルドネを守っていく仕事、まあ、ひいてはその畑の、土壌のメンテナンスですねまあ
丁寧に仕事をするっていうスタンスはこれからも変えるつもりはないという意気込みを見せていただきました。で、アントワーヌさんですね、あの息子さんは今農業大学でボーヌで、醸造大学ですね、勉強をしておりまして、彼もあの親子3代ということで3代目当主になるべく今道を進み続け、あの歩み出したという状況です。はい、ではちょっと一旦あのこちらで締めさせていただきます。 OK、 merci et à tout de suite。 À tout de suite、 d'accord。 はい、では、今回はあのしゃべりセミナーですね、ちょっと深いテーマですね、やっぱりしゃべりってあのただ一つの生産地なんですけど、もう本当にいろんなことがまだまだこの1時間ではとても足りないと私も自身も感じておりますけれども、ちょっと雰囲気だけでも感じ取っていただければと幸いでございます。はい、なので、こちらで1回締めを行っていただきまして、次回の予告ですね、はい、今度はもういよいよスペイン編ということで、あのようやくスペインの生産者が登場してまいります。あの皆様の声でも早くスペインをやってほしいという声がですねとても強かったので、あのいよいよということで、情熱の国スペインよりあの情熱の男ロドリゲス・サンソがですね登場してもらいます。彼はリオハとルエダ・トロの畑を持っておりまして、今回はトロというですね、あのルエダの隣にある非常にこうあの素晴らしいワインを産出するエリアから実況中継をしてもらいます。彼との付き合いは非常に長くてですね、まあ、我々のスペインワインのフラグシップともいえる生産者ですので、ぜひ彼の熱い思い、そしてワインを一緒にテイスティングしながら聞いていただければと思います。9月16日23日、それぞれ同じ内容でお届けしたいと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは、一旦こちらで、中締めとさせていただきます。でちょっとURL ですね、あのアンケートですとか、あと購入いただける店舗のご案内は今流れているかと思うので、よろしければどうぞ。はい、それでは、延長戦ということで、またあのちょっとご質問内容に関してですね、お時間のある方はお付き合いいただければと思います。まあ、このまま退出していただいても大丈夫です。では質問続けたいと思います。ですね、はい、角人さんのご質問からですかね。8時、週一藤原さん、はい、あ、お二人の理想のワインはどんなものですかと。あ、 OK です。はい、 OK、 on va maintenant continuer les questions。 Là, nous avons quelques questions。 Oui, alors、quel est votre idéalSur le vin. À quel niveau ? À quel niveau ? Bonne question. Non, mais c'est respecter le produit. Hmm. Voilà. Nous ne voulons absolument pas dénaturer le produit. まず理想のワインっていうのは、まずそのワイン本来を表現する、できること。まあ、このデナチュレという表現をしていました。その自然に反することを、まあ、したくないということですね。まあ、あの、まあ、いろんな解釈ができるかと思うんですけども、とにかく今あるものをこうベストな状態で、表現するということです。ここに何か書いてますね。あ、先生になりましたね、ちょっと。OK? これを読めと。うん。ちょっとごめんなさい。すぐには読めないですけど、あの、まあ、でもあの土地をリスペクトするってことは書いてありました。あと先週のセミナーでは、もうあの人へのリスペクトはもちろん、まず、土壌のリスペクト、ブドウへのリスペクト、ワイン作りへのリスペクト、ワインそのものへのリスペクトで、消費者たちへのリスペクトと、あの全てこの尊敬の、あの気持ちを、感謝の気持ちを持って、ワイン作りを取り組んでるっていうのが、まず根本にあるというお話をされておりました。なので、まあ、理想のワインというのは、やはりそういう、まあ、感謝の気持ちを忘れずにこう作ってるって、こういう大切なことなんじゃないかなというふうには思いますね。OK、で、樽発酵、樽熟成はしますか？その理由。OK、est-ce que vos chablis voulez fermenter dans, avec le bois ou...、
dans les tonneaux ou quand inox ou quand... Non, Comment? Justement, nous sommes opposés au bois. Mm-hmm. Nous voulons un contenant qui soit neutre, de telle sorte que le vin soit le produit exclusif du jus de raisin. Mmh. Nous ne voulons pas apporter d'autres arômes, d'autres éléments, d'autres parfums que ceux du vin. Nous avons D'accord. fait des essais. Voilà. Hi. Taru hakkō, taru jukusei wa itashimasen to hakkiri nobete orimashita. というのも、もうブドウ、まあこのシャルドネの液体、ブドウジュースから作られた。ワインそのものをやっぱり表現したくて、それ以外のこの要素を取り入れたくないという彼の考えですね。そういう理由から彼らはもう木、樽っていうのは一切使用しないと、断言しておりました。はい。で、次、エポワスのタルト、レシピお願いします。そうですね、レシピ。ちょっと生産者が思い出してくれたら、ちょっと何らかの形で開示したいかなと思います。カメリさん、ありがとうございます。はい。で、家族経営ということですけど、あやこさん、それぞれの役割分担ありますか ?OK, donc, vous êtes une entreprise familiale, donc, voilà, chacun son rôle, je suppose. Ah oui. Donc, qui fait quoi maintenant pour le moment ? Qui fait quoi pour le moment, quoi ? Pour le moment, moi je m'occupe de tout ce qui est vigne, toute la vigne, et puis bon, je participe au vin aussi, je m'occupe de toutes les fermentations du vin, tout le suivi du vin. Et puis mon père, lui, il s'occupe du commerce et des relations publiques. D'accord. ロミュールドさんはもう畑をメインに、見ていて、あとはもちろんワイン作りにも携わっている、もう経営者なんでね、二代目当主なんで、もう全部に目を行き渡らせているというのはもちろんなんですけど、お父さんのジャックさんはどちらかというと、今は、その経営的なアドバイスもそうですけど、あとは、社交家としての、この、なんて言うんでしょうか、スタンスに立っているということですね。外交?OK。ちょっと次の質問に移ります。感想ですが、プティシャブリのミネラル感とシャブリのふくよさ、深さがきれいに表現されました。OK。そうですね。古島さん、まさにそのように私も感じます。はい。あと質問としては生産者さんとしてはそのような狙いがあります。ああ、なるほど。Donc voilà, pour bien différencier le petit Chablis et le Chablis, est-ce qu'il y a un secret ou qu'est-ce que vous faites de spécial ? C'est-à-dire que c'est au moment de l'assemblage, nos vins sont élevés. Séparément, chaque parcelle est élevée dans une cuve particulière, et ensuite tout se joue au moment de l'assemblage. C'est-à-dire que nous voulons faire un petit chablis qui soit assez aromatique, qui soit assez minéral. Donc, parmi les cuves de petits chablis, nous choisissons celles qui correspondent le mieux à notre projet. D'accord. Voilà. Donc, parce que et le reste est vendu aux négociants. Donc nous choisissons, j'allais dire que nous construisons notre petit chablis et notre chablis également en fonction en fonction de ce que nous aimons. Finalement, c'est ça. Et pour pouvoir vendre un produit, il faut l'aimer. Donc lorsque nous assemblons, nous avons affaire à un œnologue, et donc nous discutons les pourcentages de telle cuve et telle cuve. Et puis, donc nous faisons déjà un dégrossi. Et puis ensuite, donc on laisse passer le temps parce que, et puis on le présente à des amis,
on leur dit « qu'est-ce que tu penses de ceci ?» qu'est-ce que tu... Voilà. Et puis, ensuite de ça, on reconvoque l'œnologue et on affine un petit peu les pourcentages des différentes cuves. D'accord, vous avez bien compris. Merci. Oui, très bien, vous avez parlé très bien. Tout d'abord, vous avez 醸造所でご覧いただいたそれぞれのキュベがありましたよね。あれはもう、こう、区画ごとにそれぞれこう分けているもので、で、瓶詰めの、まあ、直前のアサンブラージュをする状況の中で、まあ、彼らが醸し出したい、この出したいスタイルを、しっかりこのエノログですね、醸造責任者の方と、アドバイザーの方と、あとはもう、親戚とか友達とかの意見を聞きながら、じゃあちょっと今年はこちらの区画のシャルドネ入れてみようかとかこう緻密になんか話し合いをしながら毎年毎年決めてるっていうプロセスを経てるんですね。だから彼らが理想とするプティシャブリの味わい と、シャブリの味わいをそれぞれそれぞれのタンクから何パーセントどう入れるかとかっていうことを常に話し合いながら行っていますという話でした。はい。ね、本当奥が深いですね、シャブリもね。OK。じゃあ質問以上ですかね。うん。じゃあこちらで、はい。そうですね。ありがとうございます。OK、c'est bon. On a, vous avez tout répondu aux questions. Tout est clair maintenant. Maintenant, c'est l'heure de déguster chez nous. D'accord. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous saluons. C'était vraiment mon plaisir de travailler avec vous et j'espère qu'on va continuer de travailler ensemble. Et un jour, au plaisir de vous voir un jour. Justement, je pense que l'an prochain, nous devrions faire un petit séjour, un petit voyage et rendre visite à Azuma. Oui, bien sûr. OK. Merci à tous les merci auditeurs. Beaucoup. Merci beaucoup, Daniel, pour le travail considérable qui a été fourni. Non, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Oui. Merci, au revoir. Au revoir, à la prochaine fois. Au revoir tout le monde. Hi, 皆さんありがとうございました。はい、本当に素敵な生産者ですね。もうなんか行きたくなっちゃいました。はい。ありがとうございました、皆さん。はい。では、こちらで失礼いたします。ごめんください。